着きました。これが2022年3月15日発売のたっぷりシャリアピンソースのポークソテー定食でございます。すごくね、なんだろう、ニンニクの香りがすごいですね。そしてこんばんは、のびすけちょぼりしのお食事です。今日は松屋さんに来ております。まずは乾杯ですね。新商品を食べる前にちょこっと松屋へと乾杯。あー、うまい。富士山気持ち。うん、うまい。これがうまいんですよ、これが。うん、これが70円ですからね。来ました。これが2022年3月15日発売のたっぷりシャリアピンソースのポークソテー定食でございます。すごくね、なんだろう、ニンニクの香りがすごいですね。これがね、玉ねぎベースのソースなんですけど、このシャリアピンソースって聞くとなんかアチャラのソースと思うじゃないですか。ところがこれね、まあルーツというのは実は日本でしたね。でこのシャリアピンっていうのはオペラ歌手の人がね、アメリカだったかな、からこっち、ものすごい昔の話ですよ。一応そのウィキペディアで調べてきたんですけども、昔にこのシャリアピンという人が日本に来て、でもちょっと歯の具合とかが悪い人で、それを帝国ホテルのシェフに言ったら、玉ねぎをねザーッとみじん切りにして、牛肉を、まあこの商品は豚肉ですけどね、牛肉をその玉ねぎのみじん切りに漬け込んで柔らかくして食べさせたっていうのがシャリアピンソースの始まりだそうです。いや、調べてきてよかったな、ちゃんと言えたわ。うわ、これね、松屋さんの公式でね、このシャリアピンソース、この別売りでね、シャリアピンソースだけ売ってるぐらい自信があるんですよ。
それをご飯にかけて食べてくれみたいな感じでね。ああ、もうね、なんだろうね。あのカレーなんかをするときも玉ねぎを飴色にするじゃないですか、炒めてね。あんな感じもね、玉ねぎを炒めてニンニクとあえて作ってるみたいなんですよね。これ出た。アップでいきます。こんだけソースはいらないから、これご飯に移しちゃおうね。うん、豚肉はうまっ。ああ、やっぱり想像通り濃いですね。うん、これめちゃめちゃご飯に合う。あれ、うまい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 。うん、これやばい。ああ、ご飯をもみすればよかった。はい、じっくり見ていただきましょう。わかりましたね。このなんか粒々みたいになってるのがこの玉ねぎを崩したところですね。基本的にこれとニンニクで、あとは醤油ベースなのかな。その辺は謎ですけどね。いやー、これちょっと変な表現しますけどね、肉より飯の方が合う。伝わります、それ。シートこのチャリアピンソース、うん、チャリアピンソース丼作りたいわ。うん、でこのソースあれやね、牛肉だけでなし、豚肉も柔らかくするのかな。うん、これはうまい。この動画を見たらすぐに行ってください、松屋にね。松屋は24時間やってる店が多いんで、視聴者様が何時に見ようとお近くに松屋があれば味わえますので、すぐに行ってください。これ若い人絶対ご飯を用意してくださいね。編集で期間入れときますから、ご飯を用意無料なんですね。とりあえずね、肉がなくなってもこのソースでご飯絶対食べれるから、ね、間違いなく思う。うん、はい、かけちゃいましたよ。かけちゃいました。よっちゃ、おほい。うん、これはうまいわ。はい、あー、ごちそうさまでした。2024年3月15日松屋さんから新発売のシャリアピンソースのポークソテー、ものすごくおすすめです。このシャリアピンソースでご飯食べるだけでも寝れちゃいます。ぜひ行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。